どうも、芸人くわけんたでございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、前田はいセルフうどん関さんの方に来ております。はい、もう、みんなもそろそろ見慣れたんじゃないかなと。そうですね、この景色も。はい、ね、今日は何でしょうか。今日はですね、まあ以前から告知しておりました、はい、5時からの生放送でございます。すごいですやんか。すごいですよ、セルフうどん関さん、ついに5時からデビュー。そうです。いや、もう売れましたね、これは。わかりませんけど、まあ、5時からの方から。いや、なんか僕の手元の資料によると、はい、やっぱ5時からの徳島県内の視聴率は、はい、91% はやばい。まあ言ってるかなと、はい、少なく見て、はいはいはい。うん、やっぱそれぐらいの、まあ、誰でも知ってるような番組に。そうですね、5時からの中のゴチカルっていうね、なんかこうグルメのとこと中継するみたいなコーナーがあって、はい、それで今日出るんでしょ。そうです。しかもこの後すぐ。どうなんですか、心持ちとしては。でも僕はもう、あのお二人に見ていただけるように仕事放送の方とご相談させていただいて。そうなんですよ、今日オーナーじゃなくて、うん、橋まりさんなんですよ。え、うわ、すごい顔してるやん。そう、すごい、めちゃめちゃ緊張してるやん。うわ、いつもの笑顔や、あんた今日だって。そんな見たことない。僕が来た瞬間、いや、もう緊張するみたいな。お腹痛いみたいな感じでしたもん。なんかちゃう女の子と LINE ショー見た時みたいな顔。でもなんで怒ったかわからない。ちなみにまだゴジカルの中継前なんですけど、はいはい、もう実はね、今日ね、関さんゴジカル出るでしょうみたいな、うん、もう反響があったらしいんですよ。え、まだ放送されてないのですか。出るだろう、前告知だけで。すごいですね、はい、さすがでございます、うん、でもちょっと僕も、はい、その生配信でね、この間、うん、あの5時からに出れることになりましたっていう、はい、関さんの名前伏せて、はい、卑怯な特徴で。そうですね、はい、夢叶いましたみたいな。いや、もう、ま、確かにもうバリバリ100で乗っかっとるだけ。そうです。おそらく県内の人は、ね、見ていただけると思うんですけど、うん、まあ、県外の方は見ていなかったっていう方いらっしゃると思うので、うん、まあ、内容を言いますと、はい、お持ち帰りのあれでしょ、あの、はい、テイクアウトの。そうです。あれがピックアップされたんです。で、ご連絡が来たらしいです。全員頭おかしいんか。いや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 、5時からも。いや、もう徳島県が押していこうってことですよ。そういうことなの。人気番組が目つけて。ずっと俺言うてるやん、だって。はい。あの、うどん以外が景色良くても、うどんが全部ぶち壊してるみたいな。映えるスポットでも、あのうどんが邪魔なの。テレビが頑張って PR しようとしてるのに、一人で足引っ張ってますよ。すごいいいですね、という押し方を。はい、僕もあの5時からちょっと映らせてもらって手伝えるんであればそうしますけど、はいはい、あれはおかしいからな、マジで。いや、美味しいよ、味はめちゃくちゃ美味しい。もちろんもちろん。変やん。変、まあ。あれが可愛い言うてるんやったら全員一回頭冷やしようかよ、マジで。でもあれ、ツイッターでバズるんですよ。うん、そう、ツイッターもなんか、いいねの数がね、桁違いにバーンってきて。そうですね。で、何を間違えたか、なんかの文化祭でもね。そうです、出ますね。そう、あの注文が入った、はい、出店するね、大量に出すみたいな、はい、全員がやっぱおもろいですよね、徳島の人。まあ確かに。どこ食いついてんのっていう。だから僕たちはもうこれを、うん、あの、もう乗っかるです、の、もうこれを、うん、これにもうなんてなんて言うてんの。僕らは今日はもう謙虚に、はい、だから本当におすすめですっていう顔で映るから、はい、食べてください。もう皆さん注目ですよ。生放送見た方がガー言うとるけども、その後もわー言うとるから、はい、徳島でやっぱり一番有名な番組ですから、うん、もうだから僕ら負けてられないです。関さんがそれに出るとなったんで、はい、僕ら今回たまたまもうほんまにもう恩恵を受けてるだけなんですけど、はい、ちょっと自力で出れるの頑張らダメです、はい、今日ゴジカルさんで紹介させていただくんですけど、うん、秋メニューが関さん始まるらしくて、うん、夏のあの梅のやつとか終わるんですね。終わります、はいはい、美味しかったけども、まあ、来年の夏まで一旦ないと。そうです。ちなみに秋メニューはどういう風になってるんですか。秋メニューはね、きのこと肉のうどんです。きのこと肉のうどん、これまた女性ファンから男性ファンから増えそうな。そうですね、去年ね、大人気だったんです。あ、
一応前の秋にはやっとるんですね。それをもうちょっとアレンジして少しちょっと2020バージョンで他にもありますよね。あと、まあ、キノコを主としたもので山菜入れたもの。ああ好き。ああ一番好き。みんな好きですね。山菜もう一番好きだ。はい。俺マジで大トロより山菜取るからね。ほんまそれぐらい山菜好きなんですよ。はい、あともう一点冬用のカップ。はい、ホットがいけるようになったってことですか。テイクアウトの橋本さんもあんた頭おかしになったんか。そうあの。アイスで凝りてくれよ、もう冷たい。夏バージョンと冬バージョン。冬バージョンのテイクアウトのままあんな伸びる速度もだって早いわけでしょ。だけその場で食べてください。ほな店で食えないからあんなもんに入れるなって思う。熱いやつでもいけるカップに入れて、もう写真専用ですから。もうほら、ちょっとすみません、持ち帰り2つとか言って、はい、もう助手席でハブハブ言いながらこう、そうみんな食べこい。きつねもやばい、あんな車で食べたらえらいことになるからね。まあ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 、いや、すごいですね。はい、またちょっとそれも紹介させてもらいましょう。セルフうどん関さんも進化してるから、はいはい、僕らもちゃんと頑張っていきましょう。はい、ほなほな、今日はちょっとこの後頑張って、はい、放送乗り切りましょう。はい、ということで5時から見てくださった方ありがとうございました。僕もセルフうどん関さんのご好意で、出演させていただくことができました。ほんまにありがとうございます。ほんで、まあ、新メニューも美味しいんでぜひ食べに来てくださいと。ほんで最後に言ってたバイトなんですけど、いつまで募集するかわからんけど、あの DM とかからでもいけるらしいんで、ぜひ調べてやってみてくださいということで、以上です。ありがとうございました。